ジェレミー・ボガは、フランス・マルセイユ出身のサッカー選手。コートジボワール代表。US サスオーロカルチョ所属。ポジションはフォワード。父の仕事の関係で、ロンドン25、チェルシー FC の下部組織に入団。2014-15シーズン最終節のサンダーランド AFC 戦で、初のベンチ入り。2015年8月、スタットレンヌに、レンタル移籍。 2016年7月、グラナダ CF に、レンタル移籍。レンタル復帰後、2017から18、シーズン開幕戦のバーンリー FC 戦でスタメン入りし、トップチームデビュー。2017年8月、バーミンガムシティ FC に、レンタル移籍が決まった。2018年7月21日、US サスオーロカルチョに完全移籍した。 買い戻しオプション付きの遺跡となる。ボガ自身はフランスで生まれ育ったが、両親がコートジボワール出身のため、どちらかの代表を選ぶことができた。年代別代表はフランスを選択したが、A 代表はコートジボワールに変更することを表明している。2017年5月、アフリカネーションズカップ2019予選、ギニア戦のメンバーに選出された。同試合の77分に、 ジャンセリと交代しコートジボワール代表デビュー。試合には2から3で敗れた。ありがとうございます。